広瀬昭人は、将棋騎士、勝浦治九段門下。騎士番号は255、北海道札幌市出身、東京都で生まれ、埼玉県埼玉市で育つ、アマチュア競合であった父と兄の影響から4歳、頃から将棋に興味を持つ。小学3年から6年の4年間は、父の転勤により、札幌市南区に在住し、将棋クラブに通い力をつける。 小学生将棋名人戦では、東日本大会に、札幌市立住川小学校4年生から連続して、出場し、4年時は1勝を挙げるも、同じ北海道代表で、あと奨励会員となる相手に敗れる。5年時は、初戦で、東日本3位となり後に、高校将棋選手権優勝などの活躍をする相手に、敗れた。6年時は、東日本大会ベスト12に進出したが、 小変誠に敗れた。小学6年時に奨励会入りし、当初は飛行機に乗って将棋会館まで通ったという。中学入学とともに埼玉市に戻り、高校1年で三段リーグ入り、高校の卒業式の翌日の2004年度後期の三段リーグ、最終日に15勝3敗の成績で1位となり、2005年4月に、早稲田大学教育学部入学と同時に、プロ入り、 糸谷哲郎、佐藤天彦、高崎一世、戦術古編の4名は、広瀬と同じく1987年前後に生まれ、1998年に奨励会に入会したライバルであり、奨励会時代に平成のチャイルドブランドとして取り上げられたこともある。広瀬は、順位戦初参加から2期目の、第65期2006年度の C 級二組リーグで、 片上大介に次ぐ2位の成績を収め、彼らの中では最も早く昇級に伴い五段に昇段した。翌年度の C 級一組リーグでもトップを走る、快進撃を見せたが、最後の2局で連敗してしまい、2期連続での昇級を逃した。その翌年度も自力昇級が見込める状態で迎えた最終局で、球場明けの宮田敦史に敗れ、もう一人の昇級候補者であった。 久保田義幸が勝ったことにより、再び昇級を逃した。しかしながら、翌々年度に、9勝1敗1位の成績を収め、最初の昇級から4年で、B 級2組への昇級を遂げた。第58回 NHK 敗戦で、元タイトルホルダーの2名と、発か力に勝ち、ベスト8進出。第35期期王戦で、本戦出場。第40期新人王戦の決勝3番勝負で、 早稲田大学の後輩、中村太七を2勝0敗で破り、帰戦初優勝。第22期竜王戦では、6組5位決定戦で、王の81優に勝ち、5組昇級。第51期王位戦では、予選から勝ち進み、リーグ入り。リーグ戦では、最終局で、渡辺明竜王との3勝1敗同士での、決戦で勝利。さらに挑戦者決定戦では、 白組優勝のハブ義晴名人を破り、タイトル初挑戦。深浦光一王位との七番勝負においては、得意戦法の島飛車穴熊を多用し、4勝2敗2000日でで、ダッシュに成功。23歳にして、初タイトル、王位を獲得した。大学生のタイトル獲得は、史上初であった。王位戦の第6局は、第38回将棋大賞の名局賞に選ばれ、また、 関東賞も受賞した。なお、同年度、第36期競戦でも、挑戦者、決定二番勝負まで無敗で進出し、広瀬に一度敗れた後に敗者組から勝ち上がってきた、渡辺明と戦う。結果は、広瀬の二連敗で、挑戦権を一する。先方は、広瀬が三局中二局で島飛車穴熊。渡辺は三局とも、拒飛車穴熊であった。 第23期竜王戦5組昇級者決定戦で勝ち。さらに、第24期竜王戦4組では、準優勝し、3期連続昇級で3組へ昇級。第52期王位戦は、羽生義晴2巻の挑戦を受ける。第1局、第2局と勝つも、第3局、第4局と落とし、第5局に勝ち、初防衛に王手をかける。第6局目を落とし、 第7局目を迎えることとなったが、敗れて、質感した。第5回朝日敗将棋オープン戦は、決勝で、ハブ二冠に敗れ、準優勝となる。第70期準一戦において、9勝0敗となり、最終局を残して、B 級一組への昇級を決める。そして2014年2月13日、第72期準一戦 B 級一組12回戦で、丸山忠久を敗り、 9勝2敗として2位以内が、確定し A 級上級を決める。これにより、同日付けで8段に昇段した。初めて A 級に加わった第73期順位戦 A 級では、なめ方正二、渡辺明、久保俊明と共に6勝3敗で並び、プレーオフに進出したが、久保に敗れ、名人への挑戦権を得られなかった。第56期王位戦では、 羽生義晴王位大家への挑戦権を得たが、1勝4敗で、敗れた。第30期竜王戦昇級者決定戦では、橋本隆則八段に勝利し、初の一組昇級を決めた。第11回朝日杯将棋オープン戦では、決勝で、中学生騎士の藤井聡太に敗れ、準優勝となった。なお、この朝日杯決勝戦は、第45回将棋大賞の名局賞特別賞に、選ばれた。 第76期順位戦 A 級では最終戦で豊島正幸を破り自身も含めた6人によるプレーオフに持ち込むもプレーオフで豊島に敗れ挑戦権を得られなかった第31期竜王戦では一組ランキング戦で優勝決勝トーナメントで久保俊明と深浦光一を破り羽生義晴竜王への挑戦権を獲得した7番勝負では ハブ竜王を相手に4勝3敗フルセットの上、タイトルを奪取し、初の竜王を獲得した。また、ハブ竜王からタイトルを奪取したことにより、ハブは27年不りの無冠になった。第44期期王戦では、挑戦者、決定2番勝負まで無敗で進出、広瀬に一度敗れた後に、敗者復活から勝ち上がってきた佐藤天彦に勝利し、 渡辺明王への挑戦形を獲得。渡辺との5番勝負は1勝3敗に終わった。初防衛をかけて、豊島正幸を挑戦者に迎えた第32期竜王戦では、後手番となった第1.35局でいずれも中盤、以降優位に立つ場面があったが終盤に逆転を喫し、トータル1勝4敗のスコアで、竜王位を、質感、豊島に史上4人目となる、竜王。 名人の体感を許すこととなった。また、竜王の防衛戦と並行して行われていた第69期、大阪王将杯王将戦挑戦者決定リーグでは、第5局までを終えて4勝1敗とし、挑戦者争いの最有力候補となるが、初のリーグ入りながら、同じく第5局までを4勝1敗とし、自身初勝史上最年少17歳5ヶ月での、 タイトル戦登場を狙う藤井聡太と最終第6局で直接対決となった。勝者が挑戦権を獲得する。大一番は後鉄害の広瀬がリードを奪うものの、藤井の暗い月に一時は逆転を許し敗勢となったが、最終盤の追い込みの中で秒読みに追われた藤井が、頓死、し、広瀬が藤井玉を即罪に打ち取って勝利し、渡辺明への挑戦権を獲得した。 振り飛車のどちらも差しこなす、オールラウンドプレイヤーである、振り飛車穴熊戦法、中でも島飛車穴熊を最も得意とし、初めてタイトル戦に登場した第51期王位戦では、差し直しつぼネを含めた8局中6局で島飛車穴熊を、用いた。そのため、穴熊王子、振り穴王子の異名を持つ、2012年頃からは矢倉、角代わりなど一飛車の将品が増え、 振り飛車の採用数は減っている。商談規定は、将棋の段級を参照。登場回数7回獲得2期優勝合計1回竜王戦と、順位戦のクラスは、将棋騎士の在籍クラスを参照。ありがとうございます。